染みてるんですよ。で多分フリーズドライで水分を抜いたところにチョコを水分の代わりに染み込ませてるのかな。めっちゃ気になってたんですよね。今のヘルシさんではお菓子の量り売りになって小さいお菓子がいっぱい置いてあるんですよ。でそこから自分の好きなものだけを選んで袋に詰めて、美味しい。で、これめっちゃ可愛くないですか？持寿司商品さんの自分でお水を詰めるボトルっていうんですけど、無印良品さんに給水機がちゃんとあって、いつでもそこで自分でボトルを入れられるんですよ。エコ。しかもこのボトル200円くらいで売ってて、でなんかこんな感じでちゃんと給水器がある場所が分かるアプリとかもあるらしいです。映ってるかな、これ。こんな感じでめっちゃ良くないですか？でなんか今回せっかく
なきゃいけなかったかな。あ、振ってくださいって書いてる。あ、ちょっと棚が残っちゃった。綺麗に溶けました。めっちゃ泡泡になったけど綺麗に溶けました。もう水って書いてあるのが嘘になっちゃった。こんな感じでお茶ができましたので、これを飲みながら食べていこうと思います。あ、ちゃんとお茶、ちゃんと黒豆茶だ。ちゃんと黒豆茶、何回言うやってな。商品がノンフライスナックでトマト&バジルなんですけど、めっちゃ低糖質らしくて糖質 10% 以下なんですよ。だからダイエットしてる方にもおすすめです、ね、あとね、これ最近人気があるしみしみのチョコ、もうあのいつものイチゴの周りにコーティングしてあるチョコみたいなやつじゃなくて、これはいちご自体にチョコが染みてるんですよ。で、多分フリーズドライで水分を抜いたところにチョコを水分の代わりに染み込ませてるのかな。めっちゃ気になってたんですよね。これも買ってきました。で、これね、今のひろしさんではお菓子の量り売りになって小さいお菓子がいっぱい置いてあるんですよ。で、そこから自分の好きなものだけを選んで袋に詰めて、でそのグラムっていうかな、量によって値段が変わる。これ今回 65g、 私が選んだのがちょうどそのくらいになったんですけど、なんかこれこの一袋全部買って260円なんですけど、開けますね。これもう量りに乗せて自分でシールを出して貼って持っていくんですけど、これがちょっとなんか楽しい。見てください、あのせんべいもあるし、おせんべいもね、なんかめっちゃ気になる味があったんですけど、見てください、これネギ味噌せんべい、めっちゃ気になる、おいしそう。ね、クッキー小豆と練乳なんですよ。めっちゃ気になる、美味しそうじゃないですか。あと、あ、なんかマシュマロあった。これダブルチョコマシュマロなんだって。中もチョコなのかな。で、これうずらの卵、ちょっとおつまみ系、こういうのもあるし、おつまみ系だと多分このトマトのおかきとかもちょっと気になりませんか。ピスタチオとかココアとか、であとこのね、小豆コーティングしたチョコとか、あれいいですね。これめっちゃ可愛いです。すごくないですか。なんか袋小さいからなんかそんな買ってないんじゃないかなって思ったと思うんですけど、260円でこれだけ種類買えたら大満足じゃないですか。私は大満足です。ちょっとずつね食べていきたいと思います。せっかくだからマシュマロ食べようかな。マシュマロ、これねチョコマシュマロなんで多分中にチョコが入ってるんですよ。よいしょ、
瞬間にネギの匂いがめっちゃした。これ美味しい絶対。美味しい。あ、これうち的に。ちょっと口の中乾燥してるかなって感じの食感ですけど、甘すぎずに美味しい。練乳って書いてあるからもう甘々かと思ったけど、あ、でも私が甘いの好きだから感じないだけかもしれない。
味しくないっていう人もちょっとね気になってた。これは低糖質なんですよ。あ、そう、結構ねこの辺のダイエットにチョコとかもね低糖質シリーズなんですよ。無印結構ねあのダイエット向けのお菓子みたいなの売ってるからぜひ買ってほしい。バジル好きな人なら美味しく食べれそう。Mm-hmm.